はい、どうも、チョスです。というわけで、今回は、遊戯王、デュエルモンスターズのパックを開封していきたいと思います。というわけでですね、今回は、最近発売した、デュエリストパック、疾風のデュエリスト編というパックをね、開けていきたいと思います。ててん、ててれてん、てててててん、ててん、ててれてん、てててててん、はい。というわけで、今回こちら開けていきますけれども、こちらもね、一緒に買ってきました。シルバー。シルバーのスリーボね、買ってきました。これね、あと2種類。合計これ入れて3種類あるんですけど、なんかね、緑のやつがすごい人気で、なんか売ってなかったんですよね。それちょっと欲しかったんですけど、なんか今回は風属性のモンスターがまとめられてるパックで、その風をモチーフにしたスリーブがね、あったんですけど、それがすごい人気で、もう売ってませんでした。で、まあ、このシルバーもかっこよかったので、これを一つね、買ってきました。はい。ということで、じゃあ早速開けていきましょう。はい。で、今回ね、欲しいのは、リリカルレスキニアっていうね、テーマがあるんですけど、それのね、強化が来たので、そのカードたちをね、狙っていきたいと思います。はい。で、動画外で普通に開けるように何パックか買ったらですね、こういうのが出ました。はい。アンサンブルロビン。結構かっこいいですよね。なので、ちょっとね、で、あと僕、トライブリゲードを作ってまして、それにもね、結構相性がいいので、このリリカルレスキニア、リリカルルスキニアか、を、ちょっと狙っていきたいなと思います。はい。で、今回のレアリティとかを見ていくと、ウルトラレア5種類、スーパーレア7種類、レアカード9種、ノーマル24種。で、ウルトラレアカード、スーパーレアカードにはシークレットのやつも存在しますよ、と。いうことになっております、ということでございます。はい。ということで、早速開けていきましょう。まあやっぱシークレットレア狙っていきたいよね、ということでいきます。本当にね、風属性ばっかりやと思う。今回はね、もう一気に、この光ってるからとか避けずにね、もう一気に見ていこうと思います。じゃあいきましょう。リリカルルスキニア、リサイト、スターリング。あー、いきなり リリカルルスキニア出ましたね。いや、こいつおもろいよな、マジで。こいつじわるんですよね、いつも。聖騎士、ジャンヌ、ほいと。スピードリバース、さあ、最後、ほいと。あ、ジレアですね。シンクロ、ディレンマ。さあ、なんかシンクロ関連のカードも出るということでございます。で、風ばっかりって言ったけど、別に光属性も出るよっていうね。感じでございます。じゃあ、2パック目いきます。やっぱ敷く狙っていきたいですよね。ほいと。スピードロイド、ビーダマシーン。スピードロイド知ってる人おるんじゃないかな。赤目のダイス。あ、この辺のカード持ってないんでね、嬉しいですね。スピードリフト、ほい。おお、リリキャルルスキニア、バードコール。いや、これね、嬉しいでございます。これね、めっちゃ強いのよ。こういう絵柄ですね。で、効果見ていくと、このカードは1ターンに1枚しか発動できない。デッキから、LL モンスター1体を選び、手札に加えるか墓地に送る。その後、そのモンスターとはカード名が異なる LL モンスター1枚を、手札から特殊召喚できるということになっております。いや、これバグですね、マジで。まずデッキ、サーチですね。デッキから、リリカルレスキニアモンスター1体を手札に加えるか墓地に送れるんですよね。これを選べます。はい。これがまず強い。で、その後、その選んだモンスターとはカード名が異なる LL モンスター1体を手札から特殊召喚できると。いや、強いやろ、これは。これね、このカードでリリカルルスキニア結構強くなるんじゃないでしょうか。ね。なかなか強いデッキが組めそう。で、これ結構、ちょっとカード屋さんの値段見てきたけど、1000円以上したので、これは当たりですね。ありがとうございます。いやー、これは嬉しい。欲しかったんですよね、これ。ということで、いきなり、スーパーレア。で、最後はこいつですね。こいつもかっこいいよな。これもスピードロイドですね。はい、ということで、次行きましょう。欲しかったカードが出たので、もう満足してるところはあるけど、まあ、あとは敷く狙っていきたいですね。さあ行きましょう。ほいと。はい、赤目のダイス、バンブーホース、スピードリフト。わ、ダブルヨーヨーとか懐かしいな、なんか。はい。ジレアですね。あ、なんかスピードロイドばっかりやったな。あ、全部スピードロイドや。ちょっと光の反射うざいな。はい。すべてスピードロイドでした。そんなことある？すごいな。
次行こう。さあ、いきなりバードコールが出て、非常にもう満足しております。ちなみにキラカードは、15パック中5枚かな、多分そうやと思います。さあ行きましょう。はい、リリカルレスキニア、サファイア、スワロー、お、チャンバライダー。これツイートしたけど僕ね、スピードロイドの中ならチャンバライダーが一番好きですね。はい、そして、コバルトスパロー。で、なんだこれは、カールターボ。おいと、あ、ジレア、花騎士団の白馬。さあどんどん行きましょう。あとはね、なんか何やったっけな、名前一個ね、星10やったかなのシンクロの、汎用がね1枚あるんですよ。それがね結構強いので、そいつもちょっと確保しときたい気がしますね。はい、タケトンボーグ、お、いいですね LL。 そしてほい、デンデン大光。そしてシュッと、おー、リリカルルスキニア、バードサンクチュアリ、かっこいいな。なんかリリカルルスキニア結構強そうやぞ。ほいと、死の花、ネクロフルール。なんかフルールってつくんよな今回の。スピードロイドも結構なんかかっこいいよな。おお、ベイゴマックス、このカード強かったですよね。はい、そしてなんか出ました、これノーマルか、フルールドシュバリエ。うん、結構かっこいいですね。そして最後、ホイト、おー、ジレア、ベリルカナリー、ベリルカナリーが出ました。なんかヒヨコみたいな感じでかわいいですね。はい、さあどんどん行きましょう。なんかリリカルレスキニア、あ、俺なんかリリカルルスキニアやんな本当は。リリカルルスキニアやな、なんかリリカルレスキニアって言っちゃうんですよね。なんかそう覚えてしまって、なぜかそう呼んでしまう。さあ行きましょう。フルールシンクロン、ちょっとさ、ごめんな、画面近くてこれ以上話されへんねん。自由解放、なんかこういうテイストの、たまにありますよね。はい、そして時花の魔女、フルールド、なんか読みにくいな、ソルシエール。ほい、ビーダ、ビーダマシーン。ほい、おー、なんだこれは、革命の御旗、かっこいいですねこういう絵のテイスト。さあ、なんか上から普通に開けていってますけれども、いまだに、このバードコール1枚というね、こちらですね、バードコール1枚なんですよね。さあそろそろ、キラーカード出るんじゃないでしょうか。まあなんか動画的には最後の方にキラーが来てくれるとありがたいですよね。ただバードコール一番いいのが最初に出てしまうという。さあ行きましょう。ほい、あ、チャンバライダーいいね。僕ね、でもチャンバライダー宿で持ってるんでね、もういらないですね。ほいと、コバルトスパロー、スピードリフト、ネクロフール。ほいと、おわ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 お、地区出たけど、こいつか。フルールド、サージュ。いや、まあ、地区出ない可能性もあるんで、全然いいんですけど、こいつあんま使わないんだよな。まあでも、地区出たのは嬉しいですね。ありがとうございます。この、トギ花系のデッキは作る気はないので、まあちょっと残念ですが、まあ一応地区も出ない可能性もあるので、まあ地区出たのは嬉しいですね。ありがとうございます。ということで、四苦枠が終わってしまいました。そしてあと、1,2,3 枚かな、あとキラーカード3枚です。さあ、LL モンスター出てくれるかな。 LL モンスターも、キラーカードあるんですよね。その辺も狙っていけたらいいですけれども、どうでしょうか。ほい、スピードリバース。そして最後は、はい、あー、おー、でもこれ LL や。肥沃の霊鳥、なんかかっこいいな。やっぱリリカルレスキニア結構かっこいいですね。さあ次行きましょう。まあ今回のパックは本当にリリカルレスキニア目当てで買ってるのでね、それ以外は正直いらないんですが、まあでもいろんなカードをねゲットできるのは嬉しいですよね。さあ見ていくと、お、自由解放、おー、いいじゃん。リリカルレスキニアプロムスラッシュでございます。こちらスーパーレアの、エクシーズか。で、最後が、マジックハウン。これはですね、レベル1モンスター2体で作れるんですよね。リリカルルスキニア基本的に。そして、やっぱり、こう、かっこいいですね。この色味とか。ね。結構好きですよ。いや、ありがとうございます。いいじゃん、いいじゃん。LL モンスター揃ってきてるよ。さあ、次行きましょう。残りキラカードは2枚出るはずですね。
さあ、連チャンで光物来るかな。いきまーす。はいと。さあ、行きましょう。ほい。あ、結構もう知ってるカードばっかりになってきましたね。はい。最後行きまーす。ほい。わー、おー、これ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 。このね、フルールド・バロネスっていうカードがね、非常に強いんだ。で、レベルが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 か。レベル10で、条件がね、チューナーとチューナー以外のモンスター1体で作れるんで、簡単に作れるんですよね。で、攻撃力3000、収録2400と打点もしっかりある。そして効果が何よりすごくて、見えるかな？ピント合うかな？ありましたね。はい。このカード目の2の効果は1ターン1度しか使用できない。1ターンに1度フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。はい、もう強いですね。うん。で、2、このカードがフィールドに表側表示で存在する限り1度だけ魔法トラップモンスターの効果が発動した時に発動できる。その発動を無効にし破壊するというね、えぐい効果を持っております。まあ1度だけなんで、1体これをフィールドに出したら1回だけ使います。で、例えばこれが破壊されて、次のね、同じやつがまた出てきたらまた使えるってことですね。1回特殊召喚するごとに1回使えるってことですね。で、何でもね、発動無効にできるので非常に優秀なカードです。はい。レベル10のシンクロで、最後はお互いのスタンバイフェーズに自分の墓地のレベル9以下のモンスター一体を対象として発動できる。このカードを持ち主のエクストラデッキに戻し、そのモンスターを特殊召喚すると。なので、この効果を使えばこいつをまたね、デッキに戻せるんですよね。で、またシンクロで出して、さっきのね、2の無効の効果を、もう一回使えるよっていう、非常に、こう、なんか、綺麗な効果がね、しっかりと意味の通ってる、カードとなっております。正直、絵はそんなに好きじゃないですが、非常に優秀なカードなので、これはね、1枚欲しかったんですよね。さあ、ということで、僕がね、欲しいと思っているカードがほとんど出てくれてますね。いや、これ非常に嬉しい。そして、残り3、4パックかな。で、キラカードは1枚と。いやー、さっきのシンクロの宿とかやったらね、すごい熱かったんですが。まあまあ、そんな贅沢は言わないでおきましょう。赤目のダイス。そして、あとじゃあ、スーパーが1枠来るのかな。はい。ジャンヌ、シンクロン、何これ、ディレンマ。さあ、残り1、2、3パックですね。開けていきましょう。いや、非常に優秀なボックスなんじゃないか、これは。なんか、ツイッターとかでいろんな人の結果見ましたけど、これは結構当たりな部類な気がする。まあ、宿枠だけがね、ちょっと残念ですが、あ、いいですね。しっかり LL 出てくれてますね。さあ、ここかな？あー、来ましたね、ここで。はい。これは、スピードロイド。ハイスピードロイド、コルク銃ですね。こちら新規ですね。星さんの機械シンクロチューナーと。これはちょっとあんまりかな。僕的には。さあ、あと2パックです。でもね、もうキラは出ないと思います。なんかのバグで出てくれたら嬉しいけど。まあ多分そんなことはないでしょうから。あとはね、この辺のノーマル回収しておきたいよね。LL の。レインゴマ。お、いいね。お、なんか出た。デュプリゲート。じゃあラストですね。行きましょう。まあもう満足なので、さっさと開けていきましょう。サファイアスワロー。自由解放。あ、なんか出た。フルールって言うつくよな、こういう系のカード。で、最後が、はいと。ああ、はい。花騎士団の白馬でございました。あ、これ、あれやな、1ボックスから2枚出ましたね。ててんててれてんててててててんててんてててれてんてててててん。はい、というわけで終わりましたね。結果こんな感じでございましたよと。さあ、フルールド・バロネス、プロムスラッシュ・バードコール、読めねえ、フルール、反射してな、フルールド・サージュ、コルク銃という結果になりました。で、しっかりね、宿も出てくれたので良かったかなと思います。そしてまあ何よりこの2つは置いといて、こっち3枚が非常に良かった。リリカル・ルスキニアのスーパーも出ましたし、なんせこのバードコールがね、非常に嬉しいですね。ありがとうございます。そして、このね、フルールド・バロネスも出たので、全然良かったかなと思います。はい。で、あとね、効果モンスターの LL のスーパーが1枚おるので、そいつゲットできなかったのはまあちょっと、残念かなという感じですが、まあでも全然 OK っていう感じのボックスでございました。
はい、というわけで今回は、デュエリストパック疾風のデュエリスト編を開封していきました。いかがだったでしょうかね。最近遊戯王やってない方はぜひこれを機会にまたね始めてみてはいかがでしょうか。なかなかね面白いですよ今の遊戯王も。うん、ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますのでぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということでまた次回の遊戯王の動画でお会いしましょう。以上、チョスゲームオンラインのチョスでした。バイバーイ。お像より下なら問題ない、わかってる、すぐ行く、さまで騒ぎたいのでしょう。